昨年の悔しさをこの初戦にどうぶつけるのか。清水東高校、そして京都商業から京都学園へ、新たに全国にその名を、この清水を蹴散らしてどう広めることができるか。京都学園高校、第69回全国高校サッカー選手権大会全国大会1回戦、1月2日このブルーのユニフォーム、静岡県代表の清水東と京都学園の試合、神奈川県の三沢球技場からお伝えしてまいります。右にエンドを取ります。清水東高校対してこの白ブルーのユニフォーム京都学園です。まもなくこの初戦キックオフを迎えようとしております。伝統のブルーのユニフォーム対しまして京都学園、さあその初戦緊張の糸が解けるかのキックオフです。しかし今清水東高校のセンターフォワードナイト、ちょっと早振ったか、上がってしまいました。主審のホイッスル、はい、もう一回やり直し。第69回全国高校サッカー選手権大会清水東高校キックオフで始まりました。神奈川県の三沢球技場です。この放送解説には日本サッカー協会協会員でいらっしゃいます、そしてジュニアユースの監督でもいらっしゃいます藤田一郎さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。互いに清水そして京都名門チームの激突ですけれども、そうですね、どういうふうに今日は予想されますか。やはりあの試合前の、戦前の予想からやはり7-3、まあ、6-4というところで清水東が圧倒的に有利じゃないかと、はい、その理由としましてはやはり俊足のウイングですね、はい、田島と 小坂ですね、はい、やはりこれをどれだけ京都商業のサイドバックが抑えられるか、一つの大きなこの試合の見どころなんですが、やはり総合力からして清水東若干有利という通りだと思います。若干有利ということです、はい、両チームのフォーメーションを見ますと清水東はもう伝統的に 4-3-3、 そして対しまして京都学園は2トップということなんですけど、そうですね、清水東は早い中盤からの球出しであの両ウィングを走らせる、はい、外からえぐったボールを中央で成田が決めるという、はい、一つの伝統的なオープン攻撃のパターンを持っておりまして、はい、ディフェンスはマンツーマンでかっちりとマークするという、はい、いわば、まあ、オーソドックスなチームからですね、はい、京都商業は伝統的にこれは2トップを取ります、はい、守備を固めてカウンターを狙う、そういうチームからです。ですから攻めの清水東、はい、守りの強調というのがはっきり出てくると思います。その守りはどうか、京都学園カウンターにつなげることができるのか。まず清水東高校がチャンスを作ろうとしています。最終ラインを突破しました。まだボールをキープしている。センタリングがあった、ワンバウンドツーバウンドクリアです。清水東高校が立ち上がりチャンスを今握っています。まだボールを支配している。終盤から成田そして望月、京都学園も早いチェックに出たいところですが、ボールを操っている11番田島、それでは両チームのスターティングイレブンご紹介してまいりましょう。まずブルーのユニフォーム清水東高校です。今ちょっとチャンスになっています。11番の田島です。ヘディングでスキャン手前ところですが、キャプテンの野々村、京都学園選手が1人倒れています。今競り合ったところ3番の松村健二倒れています。キャプテンの清水東野々村がちょっと手をやりました。それでは清水東高校のスターティングイレブンです。ゴールキーパーが1番の池田慎、県大会の優秀ゴールキーパーです。そしてディフェンダーです、12番の望月亮太、そして16番の斉藤健二が今日はストッパーに入っています。4番の斉藤俊秀スイーパーです。5番の石川正幸、中盤は8番の曽我孝之、7番のキャプテン野々村を中央に、下がり目が6番の栗田、そして11番の田島県大会の MVP、 9番の成田がセンターフォワード、そして10番の小坂圭介左の俊足ウィングです。京都学園のゴールから長いボールが出ました。終盤を省略して展開するか京都学園です。立ち上がりちょっと攻め込まれました京都学園ですが、さあ今日は
4-4-2 からの2トップ、中盤を厚く持ってつなげたいんですが、ここでボールが渡りました。京都学園のスターティングイレブンです。ゴールキーパーが藤林弘也、179センチ、今日は完璧に抑えると言っていましたが、そしてディフェンダーです。3番の松村健二、そして7番の松村勝が今日はスイーパー、4番の西村がストッパーです。5番の福島、そして6番の吉田、2番の田淵キャプテン。さあ清水東高校チャンスだ、そのままシュートを放った。今紹介したばかりの1番の藤林が大きく倒れ込みまして、がっちりと抑えました。横への反応特に鋭い選手です。京都学園高校のスターティングイレブンの紹介の途中ですが、今清水東高校が立ち上がり、チャンスにしては前半の2回目というところでした。それでは引き続きまして、京都学園のスターティングイレブン、中盤までご紹介しましたので続いてまいります。中盤6番の吉田、そして2番の田淵キャプテンを今日は中盤の底、8番の宇都宮、そして9番の加藤、フォワードは岩井雄二2年生です。11番、そして12番福田3年生、このコンビです。10番の古賀がいつもですと出るはずなんですが、県大会から怪我のためやはり今日もスターティングメンバーには加わっていません。3年生です。ちょっとしたら出る可能性もありません、出る可能性もあるかもしれません。両チームのスターティングイレブンご紹介しました。藤田さん、清水東高校出足早く展開していますが、はい、どうですか。そうですね、やはりあの左のウィングの俊足の小坂がぶっちぎってですね、はい、えぐったシュート、はい、やはりあの持ち前のあの強調のゴールキーパー、京都学園のゴールキーパー、はい、藤林いい反応で止めましたですね、はい、やはり立ち上がりからやはりあの清水東が押し込んでると、はい、また小坂ですね、はい、やはり小坂のスピードは止められない。小坂が中央から行って脇に飛ばそうというところ、オフサイドフラッグが上がっていました。10番の小坂ちょっと振り向いて本当かなという表情を見せました。やはり小坂のスピード、京都学園のディフェンダーは止めにくいんでしょうね。もう小坂が思う存分走ってますね、はい、京都府大会、京都学園は準決勝で PK 合戦、そして決勝で PK 合戦、2度の PK 合戦を経まして今日の京都府大会を競り勝ってきました。片谷清水東高校も決勝で PK 合戦の末、静岡県代表清水商業とともに残ってきました。その両チーム修羅場をくぐってきてのこの全国大会初戦です。依然として清水東高校のチャンスが続いています。先ほどは最終ライン突破できませんでした。今度はリスタートです。6番の下がり目のハーフ栗田守、さあどのようなセットプレーを見せるか。前に中央に9番の成田、京都学園はゴールキーパー藤林を中心にがっちりと守るチームでもあります。逆サイドへボールを伸ばそうというところですが、そのまま11番の岩井雄二、県大会ではハットトリックを決めています。そして後ろにちょこんと叩いてから前にフィードしました。ハーフウェイライン、ここから先には通しません。清水東のディフェンス陣です。もう一回戻します。5番の福島、脇から縦へ。両チーム浅いですね、かなり集中して守っています。これでワントラップ。さあ右サイド、11番の俊足の田島、県大会 MVP、 2対3。藤田さん、はい、清水東高校チャンス続いていますが、京都学園よく守ってますね。そうですね、集中力っていうのが一つ見どころではあると思うんですが、京都学園にしてはですね、はい、守って当たり前という形で、いわゆる徹底して守ろうというのがもうありありと立ち上がりが見えておりますね。9番のセンターフォワード内田からのスローインです。やはり味方によればですね、清水東の攻めというのは分かりやすいんですよね、はい、両ウイングをまず走らせてくると、中盤あまり複雑に崩しのプレーをしないで早め早めにウイングを使ってきますから、はい、やはり焦点を絞れるということは言えると思うんですね、はい、ですからいかにして京都学園のディフェンダーが、清水東の俊足の田島、成田、はい、小坂を抑えるか、その速さをいかにして抑えるかということでしょうね、はい、さあセカンドラインからダイレクトでボールを逆サイドへ振るボレーです。ハーフエンラインをなかなか京都学園超えることできませんが、そうですね、まあ、守ってこれで普通だと思ってプレーしてると思うんですよね。ですからカウンターと言いましても、カウンターを取るそのきっかけさえ見つからないという感じだと思いますね、はいはい、2番の田淵弘樹キャプテンです。177センチ、冷静な判断力を持っていますが、さあ今は
とにかく守りに徹する京都学園です。下がり目のハーフ栗田守る169センチ。さあこの下から先ほどと違って今度は手前の方へ振ってきた。スルーするか壁となって、しかしこれチャンスにつなげられません。清水東高校です。さあディフェンダー1人残してほとんどが上がっています。12番の望月亮太、ここまで上がってきています。それに対しまして京都学園手前サイド8番の曽我、それを奪って8番の宇都宮から中央へ、9番の加藤から吉田がちょっと倒れています。ハーフウェイラインなかなか進めません。代わって7番ゲームメーカーの野々村から清水東、また攻撃が始まります。ちょっと顔を押さえている栗田、初画か放送席、はい、清水東のゲーム前の表情なんですがね、お伝えします。前亀監督そしてイレブンともにですね、非常にいい雰囲気で、と言いますのは昨年の経験者が多いということもあるんですけれども、はい、表情はリラックスしたように受け止めました。で今日のポイントはですね、単純に早くシュートへ持ち込むのがポイントだというふうなことですね、はい、清水東高校ベンチサイドテレビ和歌山の樋口さんから今ベンチリポートがありました。さあその落ち着いた攻めを見せたいところですが、ラインが上がる、そして一度プールしてから左サイドへ展開。清水東高校ここは落ち着いて、そして単純なシンプルな攻め、折り返してきたところ、おっと右足届かず。放送席センターフォワードの内田、はい、東高校なんですが、その先ほど落ち着いているというね、その一つのわけはですね、清水商業が今大会推薦で出場していると、そうですね、まあ、そのためにうちが出られたようなものだから、もう思い切って楽しくやろうよ、まあ、そういうところが裏付けとしてあるようですね、はい、以上です。今日は両チームベンチサイド、清水東にはテレビ和歌山の樋口アナウンサー、そして京都学園ベンチには KBS 京都寺西アナウンサー、また両チームの応援席にも清水東にはテレビ和歌山高松アナウンサー、京都学園には秋田放送の菅原アナウンサー、それぞれ表情を伝えてもらうことになっています。さあ今度は京都学園がボールをキープした中央から、水田さん、ここはちょっと大切にいきたいですね。そうですね、一つ一つのミスが今度は逆にカウンターにつながります。清水東、県大会 MVP の田島2人で阻止しました。前半の10分を経過しましたが、清水東高校まともなシュートはまだ1本。さあ今度はどうか、田島が持ち込んでいった、さあ1人かわしてから左足のシュート、うん、さあそのままクロスバー強襲。いやいや迫力のある攻めですね。清水東は田島がぐらっとえぐって強烈なシュート、そのリバウンドをさらにフォローした小坂ですか、シュートですね、終盤での相手のミスから、はい、ここで落ち着いて田島がかわしてシュート、キーパーが弾くところをフォローしてシュートですね。左右からやはり速いこの俊足を生かした攻め、はい、今日はできていいんじゃないですか、はい、あのどちらかといえばですね、あの右サイドだったら右サイド、左サイドだったら左サイドと、はい、オープン攻撃が右か左に偏りがちな清水東なんですが、今日この立ち上がり、やはり案の定左の主に小坂の方から攻めてたんですが、今の田島が右から入りますね、はい、こういうふうに左右からバランスよく攻めると、京都学園のディフェンスは守りにくいんですよね。ですからそういうことを心がければ、早めに点が取れるのではないかと思います。清水東高校はこれで決定的に、はい、まあ、シュート2本ということになりますが、す、ね、藤林がよく、まあ、このピンチを作っていると言いますか、非常にリズムに乗ったいいゴールキーパーですね、はい、藤林は。放送席、はい、京都学園のベンチサイドです、はい、試合前選手たちは本当にリラックスしておりました。いつも通りの表情でした。大会前にですね、3年前のキャプテンの中川君あたりが、はい、かなりアドバイスをしておりました。ゴールキーパーの藤林君あたりにアドバイスをしておりまして、その伝統の力、伝統の厚みで初戦突破を図ります。まあ、今年から校名変更になったわけなんですが、伝統はまだまだ生きております。それから先ほどちょっと怪我をしました3番の松村健二君、耳を切ったようなんですが大丈夫、はい、元気にプレーしております。さあその右側のディフェンス陣、松村健二抑えています。7番の松村勝、そして3番の松村健二、いとこ同士ということですが、41歳林茂監督ベテランです。藤田さん、今日はこの、はい、まあ、林茂監督ベテランと清水東高校の前亀信之監督26歳再開のこの勝負でもあると思うんですけど ね、 そうですね、林監督はやはりあの全国の舞台を再三踏んでですね、勝ち抜く術というのを熟知されていると思いますね。さあ前線でキープした小坂、そして11番の田島から送り出した、さあそのままリターンしてきて打てない打てない、4人の5人のディフェンダーが群がるようにしてブロックします。今小坂君絶好のシュートチャンス、ちょっと後ろから、京都学園のディフェンダーにブロックされましたですね。
県大会では清水東高校、この小坂8得点、成田が8得点、田島が8得点、仲良く分け合うようにして取っています。京都学園は何といっても6番の岩井、準々決勝にハットトリックを決めております。京都府大会準々決勝ハットトリック、その岩井へまだボールがつながりません。この2トップにつながってきません。そういうことで京都学園の林監督は京都商業時代から全国大会の舞台を、はい、数多く踏んだベテラン監督。そうですね。一方の清水東は勝田監督の後を受けてですね、はい、この全国高校サッカーの優勝経験を選手として持つ全亀監督ですね。そうですね。昭和57年でしたか、初優勝の年ですね。あの小さい、まあ、ゴールキーパーにしては身長が低い中で決闘して日本一になった選手ですからね、はい、そういう意味でこの、選手権の今年の舞台、両監督胸中は異なるものがありますけど、全国大会といえど硬くなるとかそういうことはないでしょうね。ちょうど57年度といえばですね、はい、柱谷哲司選手がやはりキャプテンとしてこの全国大会参加していたところですね。そうです。彼の場合は高校総体鹿児島であの決勝で帝京に敗れましたけど、はい、京都商業時代に2位を勝ち取っておりますね。はい、その柱谷哲司選手が今日は応援に来ているということなんで、はいはい、私もあの試合前会いましたら、もう盛んに昨日の天皇杯決勝の敗れた試合を悔やんでおりました。画面で捉えています、この右側柱谷哲司選手です。昨日は天皇杯で残念ながら、はい、PK 合戦の末松下に、はいはい、もう悔やみきれない、勝ちを譲るということでしたけれども、はい、今日は奥さんと一緒にこの後輩たちを観戦しています。日本代表のディフェンシブハーフ、その日の丸選手を育てた林監督率いているわけでありますから、そうですね、あの、まあ、前半はこの守り集中して後半あるいは後半前半のうちでもいい得点につなげてほしいと思います。京都商業には今の柱谷哲の兄さんも、はい、全日本の代表になっておりますし、その前には横谷、はい、それから木村文治、はい、それから上田忠彦という、京都商業からは日本の代表選手というのはいくつかもう生み出している名門中の名門。そうですね、はい、さあ前半の15分をすでに経過しておりますが、清水東高校は前半1本目のコーナーキック、左サイドからです。ショートコーナーを使ってちょっとリズムをつけます。さあそのままセンターリング、ヘディングは野々村、これをヘディングでまたブロック、セカンドラインからのシュート弾き返しました野々村、自分で持ち込むか、フェンスライン頑張っています京都学園。さあ今度は2番の田淵、向こうサイドから逆サイドへ展開、ここは大切に来たかった。今日はストッパーに16番の斉藤健二を起用している清水東。さあ今度は俊足の11番田島、今日はのびのびとプレーしています。全国大会この人の初めての試合です。全国大会、さあ中央にルースになりました。両チーム少しずつこう硬さが取れてきて、特に京都学園どうですか、チャンスしかし京都学園よく守ってますが、11番2倍肝心の攻めになった時にボールを受けた選手、ボールを持つ選手に余裕がないですね、はい、それと清水東はやはりあのウィングを走らせてるんですが、中盤からもっと崩しをつなぎのパス、それから特にサイドチェンジを使わないと左右の攻めのバランスが悪いですね、その辺からちょっと攻めあぐねてるという感じがもう早くも清水東に出てるかもわからないですね。昨日の天皇杯日産が攻めあぐんだというような印象がこう強烈にありましたけど、はい、一方の京都学園はこれで当たり前と、守ってるだけでいいんだと、まあ、ベンチの指示もそうだし選手自身もそう思ってると思いますね。京都府大会は藤田さんもご覧になったと思うんですが、この PK 合戦で私はですね、はい、京都の予選はインドネシアのユースの方へ行っておりましたので間に合わなかったんですが、はい、静岡の決勝は東海地方と清水東、見させていただきましたが、両チームその苦しい中を勝ち上がってきたというところ で、 そうですね、その修羅場をくぐってきました。清水東高校は前半2本目のコーナーキック左サイドです。さあ待ち構える斉藤健二です。県大会には1点を入れていますが、今日は古川の代わりにこのヘッドでなんとか先制点を奪いたいか。11番のこぼれ球田島も狙っています。さあ斉藤のヘディングはスルーしました。ボールが浮き上がってそのままラインを割りました。3本目のコーナーキックに変わります。前半も中野に入ってきました。清水東としてはちょっと得点欲しいところじゃないですか。そうですね、やはりあの攻めあぐんだ時にはこういうセットプレーがですね有効だと思います、というのは相手のディフェンダーというのは京都学園のディフェンダーを動きながらリズムに乗って守っておりますから、こういう立ち止まった、さあ3本目です。さあその前ゴールキーパーの藤林が抑えました。国士舘大学へ進みました先輩この中川選手の激励を受けまして、この中川選手が天皇杯あの読売
クラブを PK 合戦で破った時に2本抑えたという、そうです、その自信をやっぱり伝えてるらしいんで、京都商業 の、 あのゴールキーパーの中川君は国士舘大学行きまして、今紹介あった通りなんですが、はい、あのユースの日本代表にもなりまして、はい、やはり PK とかあの1対1のに非常に強いキーパーでしたですね、さあ今度はボールを奪い返しまして2人残してイレブン上がっています。向こうサイド、5番の福島、ここまで来ましたけれども攻めきれません。同じ5番をつけている石川雅之が抑えました。向こうがサイドです。前半右から左へ清水東高校はまだ2本決定的なチャンスありましたが、そうですね、出していません。ここまで来ています。さあ京都学園、ここは粘らなければいけません。粘ってそしてチャンスを結びつけたい。試合開始から19分、まもなく20分になろうというところ、第69回の全国高校サッカー選手権大会、 KBS 京都、ご覧の皆様にはここからご覧いただきます。清水東高校対京都学園、ここまで両チーム0対0です。神奈川県の水沢球技場からお伝えしておりますが、今日は解説に日本サッカー協会の協会員、そしてジュニアユース監督の藤田一郎さんをお迎えしておりますが、藤田さん、京都学園ここまで持ちこたえていますね。そうですね、立ち上がりから決定的なチャンス清水東が2度掴みましたが、ことごとく跳ね返しておりますね。特に京都学園はゴールキーパーの藤林が非常に清水東の攻撃を読んでリズムに乗って防いでおりますね、はい、ですから清水東がちょっと攻めあぐんでいるという流れになっておりますね。清水東高校、ここまで前半5本のシュート対し、そしてコーナーキックが3本ありました。攻め込む割には肝心なところでやはりとどめているというのが京都学園の印象でしょうか。そうですね、やはりあの清水東のオープン攻撃、非常に俊足の小坂君と田島君が走るんですが、はい、一方味方を変えれば単調なんですよね。やはりあの中盤からサイドチェンジ、はい、または中盤のテクニシャンの野々村あたりがもうちょっと崩してから、はい、トップの選手を使ったら、はい、シュートチャンスにもっといい形で持ち込めると思うんですが、ちょっと早く使いすぎてる感じがしますね。ですから京都学園のディフェンダーがことごとく清水東の攻めを読んでるという感じがしますね。ですから清水東が振り切ってる場面いうのは速さで個人が振り切ってる形しか、崩せてないですね。 100% 生かされていないという、はい、藤田さん、ここまでようやく京都学園も食い込むことができましたけれども、そのやはり速さという点でこういう展開に結びつくんでしょうかね、清水東の場合には。そうですね、今の場合やはり工夫して左サイドの小坂が右へ回ってきたり、はい、ちょっとポジションを変えたり工夫してますね、はい、やはりさすが清水東、はい、攻めあぐむといろいろな手を使っておりますね、はい、京都学園は6番の吉田、ボールをキープしました。今右サイドです、突破口を作ろうというところですが、やはり固い中盤でのチェック、清水東先ほどセカンドラインまで行けたんですけどもね、京都学園としてはもう一つ工夫というか、やはりもう守るだけで精一杯といってはなんですが、はい、いやそれで自分たちはいいんだというのがちょっとありありと出過ぎてますね、はい、ですからフリーでボールを持っても慌てて蹴ってしまっているという感じですね、はい、さあ田島がボールを上げました。向こうサイド大きくゴールラインを割りました。清水東は両ウィングに頼りがちということでありますが、さあそれではここまでのスターティングメンバーご紹介しましょう。清水東高校ブルーのユニフォームです。ゴールキーパーが池田慎、そしてディフェンダーです、4番の斉藤、5番の石川、12番の望月、16番の斉藤健二が今日ストッパーに入っています。ミッドフィルダーは6番の栗田が下がり目、7番の野々村がキャプテン、8番の所賀、フォワードは9番の成田がセンター、10番の小坂と11番の田島、両ウィングご注目いただきましょう。対しましてここまでよく抑えています京都学園、これから攻撃に転じたいところでしょうか。スターティングイレブンご紹介しましょう。ゴールキーパーが1番の藤林博也、よく守っています。そしてディフェンダー陣、3番の松村健二、4番の西村、7番の松村勝がスイーパー、5番の福島、中盤は4人、6番の吉田、8番の宇都宮、そして2番のキャプテン田淵、ハーフの底です。そして9番の加藤、得点源、フォワードには11番の岩井と12番の福田、今日は2トップです。京都学園本来ですと10番の古賀克美という選手登録されているんですけれども、鎖骨を痛めまして県大会から出場できていません。そうですね、なかなかスピードのある選手ですが、はい、
京都学園は2点を入れている松村勝、今日は下がり目、重心を低くしまして守りに入っていますが、転じて攻撃つなげたいところです。そして吉田、田淵、福田、1点ずつ入れています。さあ京都学園が清水東高校にじりじりっと食い込んできましたね。そうですね、やはり相手に京都学園としては自由に仕事をさせない、はい、すなわちそれだけ守っているということはそれだけ自分たちのボールにしているということですから、はい、攻める余地というのが随分出てくると思うんですね。やはりベンチとしましても選手たちとしましても、ここまでの前半の戦いぶりというのはまずしてやったりにんまりとしているところだと思いますね、はい、林茂監督41歳、そして前亀信之監督26歳、ベテランとそして若き監督の対決でもあります。今日の試合です。京都学園3年ぶり8度目の出場、そして清水東高校2年連続6度目の出場です。清水東高校は昨年の大宮での無難、この屈辱の戦い、なんとか雪辱を果たしたい。さあそれでは両チームのここまでの、ベンチの表情を聞いてみたいと思います。両チームベンチサイド、清水東高校にはテレビ和歌山の樋口アナウンサーが行っております。樋口さん、ここまでどうですか。はい、清水東の前亀監督なんですが、ずっと戦況を見つめているんですが、時折ですね、大きな声で選手に発破をかけています。でここまではまずまず普段のサッカーができているということなんですが、今日はもうとにかく楽しんでサッカーができればいい、それが一つの、勝てるものにつながっていくだろうというお話。それから、もう一人部長のですね、トマベチさんがいらっしゃいますが、先生ですね、はい、60歳でもうこれで最後のこのベンチに座るということになります。以前清水商業にいらしたんですが、そのトマベチ部長はですね、無難に勝つまでは絶対に負けない、まあ、帰れないというふうな話をされていました。以上です。清水東高校ベンチサイド、テレビ和歌山の樋口アナウンサーに伝えてもらいました。対しまして京都学園、ここまで守りきっています。 KBS 京都の寺西さん、はい、いかがですか。京都学園高校林監督です。まあ、たまに大きな声で指示は出ているんですが、特に松村勝君、とにかく中盤からのボールを出さないように、うまくカットするようにというような指示が飛んでおります。こぼれ球をしっかりと拾っていこうという指示、それから、今日は加藤君が中盤の方に回りました。国士舘大学との練習試合でちょっと中盤の組み立てがもう一つだったんで、今日は加藤君を中盤に入れて中盤からのパス出し、厚くいこうという、そういうお話です。以上です。両チームベンチサイド、ここまで表情を伝えてもらいました。さあ田島が上げる、うっと幕左足で防ぎました。4番の西村信明ストッパーです。175センチ、1対1に非常に強い選手。京都学園の平均体格173センチ61キロ、清水東は173センチ63キロ、体格的には両チームそれほど変わりはありません。さあここでセットプレーです。清水東高校前半4本目、今度は逆サイド成田のキックです。ストッパーの斉藤が合わせるか。さあ走り出した斉藤、その手前です。合いません。セットプレー生かしきっていませんね。ちょっと変化をつけたですね、短いボールをちょんと上げましてニアポストへ合わすという変化をつけたですね。あれこれこう工夫をするんですけれども、そうです、ね、キャプテンの野々村7番がちょっと映りました。昨年に比べれば少しはリラックスしているかなというベンチサイドの監督の表情もありましたけれども、この野々村キャプテンの試合前そのようなことを語っていました。藤田さんね、今年は推薦出場で清水商業が今日、そうですね、早々と6対0で勝ち時を上げているんですけれども、まあ、その6点に対しまして自分たちはマイペースだということをイレブン言っていたんですけどね。そうですか。その気負いというものはどうですか。私は試合前に前川監督に会いましたが、本当にニコニコして、予選の方がまだ表情が硬いんじゃなかったかなと思いましたが、非常にリラックスしておりましたですね。さあ、はい、ロビン右、成田が入ったんですが、藤林がっちりと両手で抱え込みました。教育大附属桃山中学の出身です。京都府大会ではですね、もちろん藤田さんも自分たちが京都教育大附属高校ですね、その決勝戦で破ってきた相手ですから、よく見極めてはいると思うんですけれども、どうですか。やはりこのチームが来るということはよくされてます。いえいえ、とんでもございません。私はちょっと日本のユース代表のアジアユースのためにインドネシアにおりましたので、予選を見なかったんですが、誰が見ても山城、という見方が大方の見方であったわけです。それを準決勝で非常に雨の強い、はい、風の強い日であったようですが、それを見事に完封して PK 戦で勝ち上がったわけですね。
決勝も押されながらも完封して、PK 戦で勝ちました。はい、非常に粘りのある、チームが一丸となって集中できる、そういういいチームに林監督は育てたんですね。やはり戦力的にはやや、コースとも、不十分というところは否めないと思うんですが、はい、プレーに対する集中というのは非常に統率の取れたものを持っておりますね、京都学園は。県大会京都府大会71チームが参加いたしました。そのうちの1チーム最後の栄冠を勝ち取りました。準決勝そして決勝といずれも PK 合戦です。京都府は何といっても山城、そしてこの京都学園、この2大勢力といったこう地図が出来上がっていますでしょうかね。そうですね、京都国体がございましたが昭和63年ですが、はい、それまではですね、山城の長い不振が続き、その後京都商業が一心に京都の高校サッカーを背負ってたんですが、はい、京都国体が決定する前からおよそ5年から8年から山城に選手たちが、はい、特に少年サッカーのいい選手たちが集まるようになりまして、はい、京都国体を相前後してやはり山城の、抜きんでた力というのが、はい、京都の高校のサッカーの地図になってたわけですね。そこになんとか林監督が、選手たちをまとめ上げてチーム力を維持して、そして、はい、今回の出場にこぎつけた、やはり我慢した3年間というのはやはり、蓄えたエネルギーがあるなという感じはこのチームからして、言えますね。はい、さあ間もなく前半の30分というところに来ました。さあここまでの応援席での表情ですね、どのようなこう勝手に守っているか、応援席の方にも両チームベンチ、応援席リポーターがいますので聞いてみたいと思います。その前にチャンスです。清水東高校小坂入ってきましたが、うんとこれ手前左サイドで転倒しました成田ですが、ああいうように、はい、深くえぐった場合に崩してますね。というのはディフェンスがつられて入ってきますから、中央が空いて今成田がヘディングしましたが、その前にゴールラインを割ってましたがコーナーキックですね、はい、11番の田島が蹴ります。5本目のコーナーキック、このセットプレー再三のチャンスがありましたが今度はどうでしょうか。16番の斉藤が走った、藤林ダイレクトキャッチです。ピンチをしのぎました京都学園です。さあ応援席リポート聞いてみましょう。まず清水東高校応援席、テレビ和歌山の高松アナウンサー、どうですか。ここまでまだ得点がありませんが、こちら清水東高校の応援団席、バックスタンドを向かって左側になりますけれども、今日はですね、東京駒沢競技場で、清水商業の応援をしてからこちらに回ってきたといった、清水のファンも非常に多く詰めかけております。応援団はですね、学生服を着た男子生徒だけの応援団11名、そして一般生徒が100人ほど、ブラスバンド35人ほど、そして府警会講演会の皆さんが400人ほどこのスタンドに詰めかけております。応援団長の小野剛君2年生はですね、選手を信じて一生懸命応援しますと力強く語ってくれました。総勢600人を超える応援団が勝利を信じてスタンドから応援を送っています。以上です。テレビ和歌山の高松アナウンサーに伝えてもらいました。大正12年の創立清水東高校。さあ今度は京都学園がボールをキープしたいところですが、ちょっとラインを上げることができません。攻めあぐんでいます。一度ボールを戻して攻撃の立て直し。京都学園は大正14年、こちらも名門です。昨年の4月に京都商業から名前を改めまして京都学園。こちらの応援席ちょっとイライラしてるんじゃないでしょうか。こちらには秋田放送の菅原アナウンサーが行っております。菅原さん、京都学園応援席、菅原さんどうですか。京都学園の私高松のお伝えいたします。あ、高松さんどうぞ、はい、あ、今清水東高校がチャンスですね、はい、さあ成田が右から持っていった11番の田島、失礼しました、高松さんどうぞ、はい、京都学園の応援団はですね、昨日の夜10時に京都市を出発しまして、ブラスバンド、バトン部、生徒会などバス3台で今朝こちらに着きました。昨年の4月に京都商業から京都学園に校名が変わりまして、保護者会の方もですね、教師会から教師会、京都の紫の会と書くんですが、この紫というのはスクールカラーなわけなんです。そして牧校長は、相手は強豪なので思いっきりぶつかるだけです、うちは守りがいいのでなんとか守り抜いて予選のように PK 戦に持ち込めれば勝機は十分にありますよというふうに語ってくれました。以上です。
藤田さん、ええ、PK 戦に持ち込むかということなんですけどもね、はいはい、もう選手たちもベンチもこの戦いぶり前半のこれまでの流れではもう十分だと思ってるでしょうね、ですから攻めになってもそんなにですねしつこく攻めませんね。もう守ってればいいんだというのがありありとしている京都学園の試合運びですね。一方清水東がちょっと攻めあぐんでるという感じが出てるんですが、清水東は予選の段階からちょっと前半から飛ばしすぎでオーバーペース気味に試合をすることが多かったもんですから、はい、田島なんかは特に後半バテてしまって、スピードの持続性がなくなったりすることがあるんですから、こういう攻めあぐんでも若干ベンチではうまくいかないなと思っててもまだまだ爆発的なスピードというのが蓄えられているという余力は十分に感じさせる清水東ですね。清水東高校リラックスしてるとは言いましたけどちょっとどうですか、ですからこの時間帯で、まだあのスピードは、余力を蓄えているということで十分後半戦に臨めるという余力を残しているとは思いますね。攻めあぐんでる場合にはもう余力がなくなって攻めあぐんでいうケースがありますが、まだ前半ですから、十分ベンチも選手たちもそんなに焦ったり、困ったは、状況というのは感じてないと思います。清水東高校は新人大会県大会3位です。京都学園は残念ながら春は予選敗退、インターハイ清水東準優勝、インターハイ京都学園は予選敗退というところです。しかしこの秋から両チームとも伸びてきました。選手権では清水東が29得点2失点。さあその清水東の攻撃対しまして京都学園は選手権京都府大会12得点1失点、失点はわずか1点のみです。2回戦での1失点、それを象徴するかのように今日がっちりと守っています藤林です。さあ1回戦清水東対京都学園、前半の35分を経過しております。ここまで清水東が6本のシュートを放っていますがまだ得点を上げていません。京都学園はまだ得点はなし、藤田さんの話では逆にもう京都学園の技術にはまっているというかという印象を受けますが、まあ自分たちのペースだというのは京都学園でしょうか。そうですね、もう全くその通りだと思います。9番の加藤正弘、172センチ62キロ、キャプテン、中盤から前へつなげていきたい。手前タッチライン沿いです。競り合いました。4番の西村信明、1対1に強くロングパスが得意です。さあ今度はこの速攻につなげる。さあ今度はどうだ、田島のシュート。さあキープしてから中央へ落ちて決めた。最後はセンターフォワード、エースの成田が先制点。ようやく前半の36分、京都学園のふとしたミスから田島が持っていって試合運び、 そして最後は落ち着いて、意外に落ち着いてくれました。やはりあの一瞬京都学園のバックラインが浅くなったところをうまくですね、右サイドの田島に出て、田島が狙いつましたセンタリングを逆サイド、小坂が落ち着いて中央の成田に出したですね。これだけ揺さぶられると、しかし最初の段階での田島のプレーに、決定的な、この得点に結びついた要因があったと思いますね。落ち着いてあの逆サイドに振ったですね、いいボールを。最後はこの成田が決めたわけですが、田島、1年生の田島、そして3年生の小坂、まあ、2人アシストということになりますでしょうか。そうですね、素晴らしいあのカウンターからの攻撃、オープン攻撃が実りましたですね。全く清水東らしい攻め、これまで前半、ちょっと静岡のテレビをご覧のファンの方々イライラしだしたところでの見事な得点ということで、ちょっとこのまま、息が上がって清水東、押し込んでいくでしょうか。こうなりますと静岡、京都学園はですね、このまま守ってては1対0で負けますからね、どこかでカウンターの勝機をつかむ、チャンスを作らないかんですね。京都学園の藤林はここで1点、まあ、奪われてしまったということですけど ね、集中力を増やしてはいけないですね。そうですね、田島からのが直接シュートだったら藤林は防いだと思いますが、揺さぶられましたからね。放送席、はい、清水東前亀監督なんですが、1点ゴールが決まった瞬間ですね、右手を大きく空に突き上げましてよしという感じでにっこりとしました。その後他の選手も全員ガッツポーズでした。26歳若い前亀監督、ようやくここで表情が崩れたかというところです。先ほどの先制点成田のゴール、アシストは小坂がアシストです。
前半の36分ようやく清水東高校先制点を挙げたところで、さあ調子に乗るか、そして京都学園は持ちこたえるか。前半残すところあと2分を切っています。この時間帯追加点を捉えてはたまりません。さあ藤林がっちりと行きたいところ、京都学園ディフェンス陣7番のスイーパー松村割られました。先ほどはこのペナルティーエリアの松村、健二、勝、西村信明と3人が倒れ込むようにして進みましたが、完全に振られてしまいました。藤林博也、もう1点もやれません。落下点には清水東、3番の松村健二、向こうサイドサイドバックです。ハードなプレーを信条としているんですが、1点許してしまいました。さあ京都学園としてはそうですね、この雰囲気から、まあ、前半ちょっともうあと1分切ったところなんですけどね、前半も本当によく守ってたんですが、この前半の終了間際の清水東の1点、これが 1-0 で前半終わるか 0-0 のまま後半に持ち越すかというのは、両チームにとってものすごく大きな違いが出たと思いますね、はい、それほど貴重な清水東の先制点でしたですね、はい、さあ5番の福島がオーバーラップしてとこの球運びなんですが、ちょっと焦りと言いますか、気がせくんでしょうかね、もう余力がないんですよね。何か攻撃を、作り出そうとする余力を持たないという感じがしますね。福島オーバーラップ得意なんですが、そこからの展開活かせません。2番の田淵から比較的こういう風に自由にボールが持てるわけですから、もっと落ち着いて攻めれるはずです。さあ11番の岩井、そして前のこの福田と岩井を生かしたいところなんですが、ボールがルースになった。さあまた田島にボールが当たりました。中盤での守備を突破して後ろから激しいタックル、まあ、京都学園としてはですね、準決勝非常にまあ京都府大会で激しいプレーをしました。まあ、して11名両チームから警告あるいは退場ということを受けることになったわけですけれども、はいはい、それだけの投手があるわけですから、ここでちょっと耐やしてほしくないですね。そうですね、まあ、そういう投手も大事ですから、マイボールになった時京都学園もっと落ち着いてじっくりサポートする選手にボールを受け渡して、はい、攻め込むべきですね。慌ててああいうパスをして、いやもう全部取られてしまいますから。ロスタイムを40秒ほど取りまして前半40分が終了いたしました。水沢球技場の第2試合、清水東高校対京都学園の試合、前半を終了して1対0清水東高校がリードしています。この放送は民間放送45社の共同制作で、神奈川県の水沢球技場より生中継でお送りしています。水沢球技場第2試合、清水東高校そして京都学園の対決、前半は36分に清水東高校成田の先制点、1対0とリードして今ハーフタイムに入っています。上空はどんよりと雲が覆っています。神奈川県の水沢球技場です。前半の36分に清水東ようやく得点を叩き出しました。対しまして京都学園、よく守っていたんですが1点献上しました。京都学園まだシュートはなし、得点もありませんが集中力このまま後半につなげてほしいところです。さあそれではこのハーフタイムの時間を利用しまして両チームの学校紹介、この VTR をご覧いただきたいと思います。清水東高校そして京都学園、両チームどんな様子ご覧いただくか楽しみですが、まずは清水東高校から続けてご覧ください。静岡県清水市、このサッカーの街に文武両道清水東高校があります。チームを率いる善亀監督は選手権初優勝の時のゴールキーパー。清水東サッカー部は朝も夜も練習に励みます。進学校らしくこちらは勉強合宿です。サッカーばっかりになっちゃうことないですか？僕に関してはないと思います。そういえばこんなこともありました。というね、まだちょっと眠いかなっていう感じなんですけど。こんな清水東高サッカー部に強い味方、この人加藤さん。清水東の元気のもと、牛乳をみんなのもとへ。何やら選手に言いたいことを言っているみたい。マッシュン、そんな調子は絶好調ですよ。今日昼間美味しい牛乳飲みましたから。今度はボール拾い、応援団にまで混じってまるで仕切ってる。
でもサッカー部の勝利のためのそのお姿、とっても素敵。こんな人たちに囲まれ、清水東高サッカー部、よし、やるぞ。姉ちゃんどうしゃべれへんの？うん、大丈夫だって、明日出たら勝てるって。そうやっていいんだけどな。分かりました。決まった、京都学園の優勝。見事我が京都学園は全国大会出場を決めました。昨年まで京都商業高校でしたが、校名も変わり制服もこのように変わりました。さて、1回戦を突破するにはどうしたらよいか意見を聞いてみましょう。初戦は清水東なんですけれども、相撲部の近藤君、初戦はどうでしょう？どすこい、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 ごっつぁんす。これはダメです。勝てそうですかね？私たちがついてるから大丈夫ですよ。これもダメです。勝つ方法を教えてください。このようにボールをカットカット。ちょっと違うな。私たちも頑張ります。文武両道の清水東高校と、そして新しい大学までの総合学園として昨年スタートいたしました京都学園、両チーム、そして学校の地元放送局の VTR ご覧いただきました。さあ1対0、清水東リードしていますが、後半どうでしょうか。この放送は民間放送45社の共同制作で、神奈川県の三沢球技場より生中継でお送りしています。清水東高校対京都学園、まもなく後半がキックオフされようとしています。前半は1対0、清水東高校がリード、そして今その後半がキックオフされました。大きく蹴り込みました。後半は京都学園、左から右へ攻めてまいります。そしてブルーのユニフォーム清水東高校、エンドは右に変わっています。1対0です。清水東高校が前半8コンのシュートがありました。京都学園はシュートがゼロ、清水東高校は8コンのシュートの中からようやく36分に1点を叩き出しました。今日後半どういう風にまた追加点をつかめていくか。さあチャンスを作りました。持ち込んでいく、中央からシュートを打ちたいところですが、清水東足を抱えている。しかしボールをキープしている清水東高校、回り込んでから田島がチャンスを作った。逆サイドに待ち構えている小坂のシュート、ヘッドで落としたところ、キャプテンの野々村、ペナルティーエリアの中から京都学園、しかし落ち着いてボールを回します。しかしまた最終ラインから小坂が今度はボールをキープ、手前サイドです。左サイドからチャンス、後ろで石川がサポートしていますが、さあセンターリング、ヘディングでクリアです。田島が落とそうというところ、ミドルシュートを放しました清水東高校。後半の立ち上がり、1年生の12番望月亮太、最後は蹴り込みましたけれども、今日の解説栗田さんお願いしておりますけれども、後半の今立ち上がりヒヤッとした瞬があったんですけれども、そうですね、やはりあの前半の戦いを振り返ってみたいんですが、京都学園がですね、清水東のオープンからの猛攻をことごとはゴールキーパーの藤林を中心に跳ね返してたんですが、はい、前半36分でしたが、残りわずかのところで、素晴らしい清水東からのオープンの揺さぶりで成田がゲット、清水が、先制したんですが、この前半の1点がですね、両チームにとってこれほど大きく後半の戦いに影響する、とは思わなかったんですが、非常に大きいですね。京都学園は守ってればいいという彼らのサッカーではもうダメなんですね、はい、逆にちょっと清水東が攻めあぐんでるかなと思った時の前半終了間際の得点、清水東にとっては大きな、後半戦の戦いの自信につながりましたし、京都学園は守ればいいという一つのリズムがですね、打ち壊されて、はい、後半なんとかしなければならないという、形に追い込まれましたですから、はい、いずれにしましても前半終了間際の得点というのが大きく後半戦に、さあ5番の石川が持ち込んでいった、うっと横へ飛ばしてから野々村、
その影響がですね、立ち上がりからもう清水東の余裕になってつながっておりますね。それから、京都学園はこうなってはいけないんですが、もう自分らはダメなんじゃないかなと思い出してるんですね。守ってる間はやれると思ってるんですが、はい、1点取られるともう自分らはもうダメなんじゃないかなと思います、はい、それでは、後半このまま清水東が圧倒した流れになると思いますね。放送席、はい、清水東です。メンバー変わります。8番の曽我君がですね、かなり右足のふくらはぎを切りました。そして今13番の服部君が入ります。それでその曽我君はもうこれから6階室のところへ下がってですね、手当てをしようというところ、抱きかかえられて下がっていきます。以上です。清水東ベンチサイド、テレビ和歌山の樋口さんに伝えてもらいましたが、ここで13番の服部を投入いたしました。清水東高校中盤1人交代です。曽我はの中盤で非常に活動量の多い、はい、選手ですから、これが大した怪我でなければいいんですが、次の試合に大きく影響するんだったら。曽我、さあその間にチャンスをつかむか。10番の小坂が持ち上がった。大変なハプニングだと思いますね。曽我の退場はふくらはぎを切っているということです、どんな状況か分かりませんが、それこそ目指す国立までは5つ6つありますので、この一つ一つの怪我コンディションが大切ですね、特にチームの中で中盤を支えている障害ですから、非常に影響が出ると思いますね。13番の服部を投入いたしました清水東高校です。ブルーのユニフォーム、後半は右から左へ展開してまいります。胸で落としてキャプテンの野々村、軽く叩いて16番の斉藤健二、向こうサイドへ縦へつなげてまいります。さあ1人選手が変わりましたので、清水東高校のピッチは変わりません。さあ大きくえぐろうというところですが、返します。今中盤で斉藤が左サイドから右サイドの田島へ大きくサイドチェンジしましたですね、はい、ああいう中盤の構成ができれば、相手のディフェンダーを崩しやすいと思いますね、はい、ぐっと清水東高校の攻めのですね、重心がこう座ってきたかなという印象があるんですが、一つ一つ余裕を持って丁寧にボールを受け渡しし始めたんですね。5番の石川、4人のディフェンダーです。 4-3-3、 そして前へ10番の小坂にボールが渡りました。余裕を持って攻め込むような感じです。裏へボールが出ます。よく使ってますね。これに反動を若干 し始めたかという京都学園ディフェンス陣、持ちこたえられるか。さあ斜めから突っ込んでいきます。11番の田島、まだボールをキープしている。3人に阻まれたところですが、1人残すのみ清水東高校。ラインを割りました。後半に入りまして清水東高校はシュートが2本です。そして京都学園はまだ前後半通しましてシュートがありません。清水東高校は前後半通じまして、できれば1点もう1点どうですか。1点で追加が欲しいところじゃないですか。そうですね、当然なんだと思うんですが、1点で勝てばいいというような試合運びじゃ後がですね、心もとないですね、はい、ちょっとですね、1点先制点、貴重な点を叩き込んだ成田、ちょっと牽引予選、また昨年の彼の元気な姿を知っている者にとってはちょっとこの試合動きが重いかなという感じがしますね。成田、その分両ウィング、その足に任せているかというところですが、さあ京都学園の攻め込み期待したいんですが、京都学園は 4-4 に守りに重心を置きまして、隙あらばカウンターを狙っているんでしょうけどね。オープンスペース生かしたいところなんですが、一人選手が倒れています。6番の吉田秀夫です。心配そうに見つめます林茂監督です。日頃から選手のそのセルフコントロール重視しているんだと。ですから、まあ、このコンディション作りということに関しては自分から自ら責任を持てというふうに思いやりを持って指導に当たっていますが、ちょっと心配そうです。もともと痛めているところをさらに痛めたという感じがしますね。スピードに乗ったドリブルというのが本来この人の持ち味なんですが、はいはい、吉田秀夫3年生、渦巻中学の出身です。縦への突破、この人が要なんですが、大丈夫でしょうか。さあセカンドラインまで行った11番の岩井、この人得点源なんですが、ここからの絡みが見たいところです。3番の松村押し上げますが、下がり目のディフェンダー栗田ががっちりとついています。さあ京都学園シュートが見たい。11番の岩井から手前サイドクロスを入れようというところですが、ペナルティエリアのところブロックされました。縦清水東高校のカウンター、
ハーフウェイラインを越えました。先ほど中盤投入しました13番の服部、161センチ小柄ですが、さあ中央からチャンス、キャプテンの野村。清水東高校はリンクマンの曽我孝之8番を変えまして13番の服部を投入いたしました。中盤を省略して長いボール、オフサイドです。そういえば藤田さん、はい、今年はルールがいろいろ変更がありまして、まず代表的にはオフサイド、まあ、相手陣内ゴールライン側から2人の守備プレーヤーと攻撃プレーヤー、まあ、同一線上にある場合はこれまでオフサイドでありました。今年からはオンサイドということですね。そうですね。さあその最終ラインを突破して中盤の小坂、そう極端にですね、それが戦術的に大きな影響を及ぼすというようなルール変更ではありません、はい、ただジャッジの面では非常に難しくなりましたですね、清水東高校前鎌監督この局面守ります。さあ田島の後半のコーナーキック1本目です。もう割らせない、藤林構えます。さあ斉藤が手を挙げて呼び込んでいる、遠い位置狙いました、ヘッドで落としてヘディングでつないでいく、そのまま浮いた、ゴールキーパー藤林最後は出てきました。今度は割らせない気迫を感じます京都学園。さあ今日先制点を放ちました成田勝、清水にあって浜松からの出身選手、ゴールゲッターです。今日先制点叩き出しています。前半の36分、しかし追加点が欲しい清水東、長いボール走り込んだ10番の小坂。放送席、はい、清水東なんですが、先ほどの退場しました初学君の状態なんですが、右足のふくらはぎの内側、これねどうやらスパイクをされたようで3センチから4センチ削り取られているような感じなんですね。で骨には異常はなさそうなんですが、とりあえずこれから救急車で近くの病院に運ばれるといったところなんです。で本人は少し痛そうな表情でして、まあ、毛布にくるまれて横たわっているというところなんです。そうですか。それから清水東のですね、はい、前半振り返ってのちょっとお話を伝えたいと思うんですが、はい、前半振り返ってですね、前上監督はもっと早く、まあ、1点は欲しかったということなんですが、少し雑なプレーが多いと、もう少し丁寧に丁寧に、行った方がいい、それから後半への指示はただ一つ、中盤も前もオープンから攻撃しろというふうな指示を送ったそうです。以上です。樋口アナウンサーに伝えてもらいました。さあこの間に清水東高校チャンスをつかもうというところなんですが、さあまた田島前へ飛ばしていく。いや藤田さん、ちょっと今の怪我の状況を聞くと、そうですね、小川選手痛いですね。中盤でも重要な、ここのところですね、そういう裂傷というのはスパイクのスタッドにですね、傷が出てない限りめったに起こるものではないんですよね、はい、どのような形でそういう大きな裂傷が受けたのか、はい、本当に大したことなければいいんですけど、今の話聞くとちょっと心配ですね。昨年は清水東高校センターフォワードを骨折で欠くという、はい、高橋ですね、ことがありましたので、ちょっと、まあ、嫌な感じではありますけれども、まあ、その分投入されました服部がリンクしてほしいところ。さあチャンスを自ら持ち込むか、キャプテン野々村後ろから飛ばしてから待っている小坂、ワンバウンド、さあ絶好のチャンス、正面からシュートはゴール、ゴール、小坂2点目。落ち着いて狙ったシュート、よく藤林反応して手に当てた。後半の11分です。10番の小坂が2点目を叩き込みました。ゴールキーパー藤林反応したんですが、その後、スローモーション見るようにボールが浮きながら吸い込まれていきました、ね、今の素晴らしいシュートですよ。これに対して素晴らしい反応を藤林がやります。右からこれをちょっとディフェンスがかぶったところをよく反応してるんですが、先ほど、ちょっと京都学園ですね、はいはい、ベンチの指示で、まあ、オープンオープンということを監督も、ね、指示を伝えてたんですが、どうですか。ちょっとディフェンスが、京都学園の3番の、ディフェンダーですね、松村ですか、ちょっとポジションが悪くてかぶったですね。全くフリーで小坂が落ち着いてシュート。さあ今度は京都学園のカウンターです。後半立ち上がりの10分台から清水東高校が2点目を叩き込みましたが、さあ京都学園もチャンス、ハーフウェイライン上ですが奪われます。縦にキャプテンの野々村が今度はチャンスメイク、左サイドです。さあ2点と出して今度はっと滑り込んだ成田です。
清水東高校後半の11分10番の小坂によりまして2点。後半に入ってシュートが3本、今のが4本目で後半1点を追加したわけであります。清水東高校先頭として京都学園シュートがありません。はい、京都学園です。久内さんお願いします。はい、林監督のハーフタイムでの指示です。思い切ってハーフの松村、ディフェンダーの松村君をハーフに上げました。そして田淵君をスイーパーにポジションチェンジしました。まあ36分よく持った方だと、決して失望はしていない。後半は点を取りに行く。まあ松村君をハーフに上げたことでリズムが変わるでしょうということです。それからまあ前の選手が止まってボールを受ける仕草がよく見られるので、この辺を注意していこうという指示が出ています。さあ今度は清水東高校チャンスだ。持ち込んで倒れた。ペナルティーエリアの真正面からシュート、弾き返した。ゴールポストわずかに。11番の田島のシュートをよく防いでいます京都学園。もう1点もやらない、やるもんかという気迫を感じますが、さあそのまま攻めに転じることができるか。ハーフウェイラインを越えた。オフサイドフラッグが上がっています。清水東高校ここはそつなく。京都学園はポジショニングをちょっと変えましたね。本来の松村勝を中盤に返しました。そうですね。そして先ほどの清水東のチャンスを防いだシーン、田島のシュート、よくこれは福島、5番の福島でしょうかね、はい、よくあの防いだですね。真正面からのシュート持ちこたえています。やはりサッカーでは3点というのはセーフティーリードという言い方もしますように、はい、3点目が入ればもうほぼ決定となりますから、はい、今の執着を持った5番の福島のプレー、評価できますね、はい、いかに集中して守っていくといるかということがこの引きずっている足、9番の加藤分かると思います。そしてこの局面を守ります林茂監督です。現役時代はミッドフィルダー、中盤をいなすような選手、日の丸の選手を育て上げました。そして9番この加藤もその一人かもしれません。3年生今フィールド外に運び出されましたが、そうしますと10人ちょっと痛そうです。ちょっともうプレーするの無理のようですね。メンバーを入れると思いますね。用意してますね。放送席田辺さん、はい、清水東高校の応援団席にはですね、はい、昨年の、まあ、レギュラー選手ゴールキーパーの堀池君も来てるんですよ。ちょっとお話を伺ってみたいと思います。2点入れて少しは気が楽になりましたか。そうですね、前半はさあ今度は清水東高校がチャンスです。ペナルティーエリアの中で、最後は2人、ちょっとこのままでいくとどうなるか分からなかったんですけれど、後半になって確実性が出てきたのでこのまま頑張ってほしいと思います。去年は無難に3回戦で惜しくも敗れたんですけれども、今年も順調にいくと準々決勝で当たりますよね。そうですね、はい、去年の雪辱をとにかく果たしてもらいたいってことと、やっぱり静岡県のシードを去年失ってきましたので、今年はちゃんと取り返して帰っていくようにしてほしいと思います。ということで、去年の3年生のレギュラーの選手ですね、今日はスタンドに全員詰めかけて大きな声で声援を送っております。以上清水東高校の応援団席でした。清水東高校 OB ゴールキーパーちょっと風格が出ました堀池、慶応大学の先輩ということになります。守っています。両チームともそういえばゴールキーパーしっかりしたものがありますね。そうですね、今堀池君あれそう身長高くないんですけど、非常に反応の鋭いいいキーパーですよね。それを受け継ぐか清水東、現在は池田慎、清水三中の出身、181センチ、空中戦には強い。しかし今日は京都学院一本もシュートはありませんが、そうなんですね、対しましてこの藤林、今日は2点割らせたものの、しかし集中力その表情からまだ耐えていないという感じがありますね。で京都学園はそのゴールキーパーが優秀な年には必ずいい成績を収めるという、もう一つジンクスがあるんだそうですが、そうですね、ちょっと2点辛い部分だと思いますね。放送席、はい、今度は京都学園の応援スタンドの方なんですが、はい、今あのゴールキーパーのお話が出たんですが、先ほどから再三お話が出ています国士舘大学の中川君に来ていただきました。今ですね2点リードされているわけなんですが、はい、今日ここまでの選手たちの動きというのはいかがですか。そうですね、やっぱり硬くなっているせいか、この関心が清水東高校がちょっとチャンスです。10番の小坂、おっとゴールキーパーを抑えた、はい、今のようなゴールキーパーの動きが非常にいいですね。読みという出るタイミングといい、中川さんどうですか今の藤林君の、今の藤林君の動きというのは。そうですね、藤林はもう今の調子で最後まで行ってもらいますね。これからどうしましょう、どういう展開に持ち込んでいればいいですか。そうですね、一人一人がねちょっとボールを持ちすぎてるんで、もっと簡単に叩いてね
スペースを作って動き回ってね、頑張ってほしいですね。まだ時間もありますんでね、はい、頑張ってほしい、ね、はい、以上です。放送席お願いします、はい、天皇杯読売クラブ三浦和義とそして菊原志郎、この2人の PK を止めました。その先輩の中川さんに語ってもらいましたが、さあ2点でまだストップしています京都学園。足を引きずる6番の吉田、中盤この人もウィングハーフ。さあここから攻め込みたいんですが、ツートップ11番の岩井と12番の福田、なんとか突破口をつかみたいんですけどもね、京都学園。そうですね、そのきっかけがつかめないですね。すぐここから返されてしまいます。やはりあの清水東、あの華々しいオープンの俊足のウィングの攻撃が目立ちますが、ディフェンスはマンツーマンが非常に強いチームですからね、はい、それの上にスイーパーとして非常に予備のいい斉藤がおりますので、はい、ちょっとこの清水東の4バックを崩すというのはちょっと中盤でもよほど崩さない限り、難しいかもわからないですね、はい、両チームのメンバーはここまで清水東が1人スターティングメンバーから交代、中盤の8番の曽我に代わって13番の服部、変わりまして京都学園高校、こちらは前後半通じてまだメンバーの交代はありません。さあリスタートになりました。11番の岩井裕二、栗山中学、170センチ、62キロ、2年生、来年へつなげる意味でも期待のホープです。立ち上がって指示を出します、林茂監督。さあ交代の要因がちらっと映りました。あ、藤田さん、小川克実ですね、ちらっと画面に映りました。その間にセットプレーです。6番の吉田秀夫構えます。3枚の壁。さあ清水東としてはここは注意しなければいけません。裏へボールを出さない、ブロックしました、ヘディングでクリアです。ハーフウェイラインを越えて9番の成田、先制点を叩き出して自ら押し出していった。さあ最終ラインを一人に抜くか、後ろからフォローがいった、ホイッスルです。強引な成田、そして一人、はいはい、際どいプレーですよ、今は、成田の反則は取ったようですけど、はい、3番のこの松村健二、今日はもうハードに守るんだというその闘志を見出していますけれども、やはりサッカーはああいうボールの奪い合いなんですけど、やはり激しくやるということは基本にはあると思いますね、はいはい、放送席、放送席、はい、京都学園です。メンバー変わります。10番の古賀君が入ります。まあ予選では残念ながら怪我で出場できませんでした。 その鬱憤を晴らします。後半の20分を経過したところで京都学園1人メンバーの交代です。10番の古賀克実、この人は大阪出身の選手です。173センチ、3年生、県大会怪我が降りました。本番では活躍したいということですが、さあその古賀を入れましてピッチを変えるか。さあその古賀のもとにボールが行く、右サイドキープしたいところです。さあフォローが行った、ここへ来てちょっと組み上がってきました。攻撃、池田慎、ここまで来て何かようやくなんかここで池田が動き出したかというような攻め込まれ方ですけれども、さあ勝ってカウンターです。清水東高校、服部、後ろから終盤見応えのある攻防です。倒れ込んだのは7番の松村か、スイーパーから中盤に押し上がってきました。この松村が中盤で機能し始めますと京都学園の今度は攻めが期待できます。キャプテンの田淵が後ろに下がって最終ライン、清水東高校、そして京都学園1人ずつ。後半の21分、向こうサイド、さあまた清水東高校、こちらの7番はキャプテンの野々村です。ゲームメーカー、昨年大宮で悔しい思いをした、その雪辱を果たしたいという胸にこの1年間頑張ってきました。清水東高校は、まあ、代々キャプテンがですね、国体選抜に選ばれているというのが伝統だったそうなんですが、野々村キャプテン、残念ながら国体選抜に選ばれませんでした。その何かこう意地というものをですね胸に秘めて
今日やってきたんですがオフサイドです。そうですね、やはり静岡サッカー王国、特に高校サッカーで日本のトップレベル、その静岡選抜に入るということはすなわち日本の高校サッカーマンにとっては一つのもう、お墨付きを得たみたいなものですから、非常に静岡県選抜に入ることを選手たちは目標にするわけですね、その代わり清水東からは1年の田島が、1年生にして国体選抜に入りましたですからね、やはり野々村はテクニシャンですから、そういう自分のテクニックを認められなかったという悔しさはあると思いますね、はい、おっとちょっと中途半端な状態でボールが出ました。清水市は8人にそれこそ1人がボールを蹴るというのがサッカー王国、対しまして京都府もですねやはり志向クラブを始めまして、はいはい、やはり何と言いましても、この京都商業、京都学園のライバル山城高校が生んだ玉本選手以下の、日本代表選手を輩出している京都ですから、サッカーの環境としては素晴らしいものがあります、はい、さあそこに攻め込む、成田が折り返した、スルーしてルースになった、ミドルシュート真正面からブロック、もう一回野々村がつないでいきます。しかし京都学園も10番の古賀が入ってから心なしか少しまた落ち着いてきたかの印象があります。そうですね、マイボールをなんとか攻めにつなげようという意識が出てきておりますね、はい、中盤にやはり松村勝を戻しまして3年生そして2年生息が合ってきたか京都学園です。後半のもう半ばを過ぎていますが2対0、昨年の4月から京都商業から京都学園強勝強勝と無意識のうちに行ってしまいますという林監督ですけれども、その学園新たにその名前を清水を破って全国に広めたいという夢があります。夢があります。ここまで2点を許していますが、さあ攻めを見たい、遠い位置からシュートを打った。藤田さん、これが1本目と前後半続いて初めてのシュートですね。9番の加藤、準決勝準々決勝この人がやはりスタメンでフォワードを張っておりました。9番の加藤が今日初めて1本目のシュートを放ちましたが、ゴールには遠く及ばず。後半の24分です。まあ、サッカーにはですね、いろいろな格言がございまして、はい、シュートを絶対失敗しない選手がいると、その選手はシュートを打たない選手だと、はい、いうことが言えるんですね、はい、やはりサッカーというのはトライアル&エラーという、はい、いわゆる失敗というものがある程度許されるスポーツという見方もできると思うんですね、はい、特にシュート打たない限りには絶対得点というものはありえないですからね、さあ中盤の混戦から抜け出してチャンスをつかんだのは成田、2人の間、ホイッスルがあった、ペナルティーエリア、そのライン際ですけれども、先ほどの突破といい、今の粘り強いプレーといい、成田らしいプレーが2、3後半見られるようになりましたですね、はい、痛がっている5番の福島でしょうか、成田に先ほどからがっちりとマークしているんですが、3番の松村健二です、はい、この松村と福島がスイッチしまして両サイドがっちりと抑え込む、頑張ってはいるんですけどね。そうですね、京都学園はちょっと怪我を予選の段階から背負っている選手が多く、怪我が感知しないままこの本大会に来たという感じが、はい、2、3はっきりしておりますね、はい、鎖骨を痛めていました、はい、まあ、10番の子が今日は前ですけれども、まあ、3年生ということですし、ここでもう負けてしまっては後がない。そうですね、中盤の6番の吉田も、はい、それから退場した加藤も、はい、常に怪我を背負ってプレーしているという面で、はい、ちょっと、残念な全国大会かもわからないですね。しかし山城を破り、そして教育大附属を破ってここまで来ました。先ほど静岡、特に清水と京都の話になりましたが、はい、今年度、昨年の夏ですが、はい、全日本少年サッカーでは、京都の常陽という少年団が全国一になりました、はい、少年サッカーでは清水の名が都に有名なんですが、はい、またその力、その充実はもう全国のトップレベルなんですが、実は、今年度は少年サッカーは京都の常陽少年団が優勝、全日本一ですね。そうですね、そういう点でやはりこの京都商業、なんとか残り時間食い下がって一つでも点を取ってほしいですね。そうですね、はい、一方清水東高校も、まあ、清水 FC、 わずと知れたエイト集団ですが、ほとんどがその出身の選手ですね。そうですね、その中でも先ほどからご紹介ありました文武両道といいますか、はい、そういうものを目指す選手たちが清水東を一つの目標にしているわけですね、はい、共に
です。その少年サッカーからのそのエリート軍団同士の対決です。5番の石川が上がっていきました。またちょっと不利になっていた10番の小佐が持っていた、左で蹴り込んだシュート、クロスバーの上2メートル44上に跳ね上がりました。小佐がすかさずチャンスとあらば狙っています。オープンスペース。しかし今シュートに出たのは誰ですか。服部です、13番この選手、はい、よくタイミングよく入ったんですね、はい、この服部、浜松にあります PGM という、はいはい、この進路が決まっているわけなんですが、はいはい、初賀の後のこの中盤のリンクどうでしょうか。今のプレーで彼は自信持ったんじゃないですか。あの小坂がえぐったプレーに対してゴール前にいいタイミングで走り込んで合わせたですね、はい、さあ今度は京都学園2点のビハインドを追いますが向こうへ展開しています。上がってきています。後ろへ戻して6番の吉田が待っていますが使われません。2人のマーク、6番の吉田秀夫ずっと攻めあぐむ、中盤でがっちり守って、そして攻撃転ずる13番の服部、10番の古賀、鎖骨をちょっと痛めていますが、さあ三角でパスを回して手前に振ってきました。7番の松村勝、コントロールタワーです。向こうへ回した、ショートパスが繋がってきました。京都学園、白とブルーのユニフォーム、さあ斜めから向こうサイドから切り込んでいく、媒介されました、攻めきれません。さあ今度は3人のディフェンダーの中を俊足の田島、成田センターフォワードです。ボールが返ってきます。いや京都学園も本当にいいところまで、そうですね、最後中盤が非常に良くなったんですが、フィニッシュにかけてですね、やはりどうしても崩せないという感じですね、はい、京都学園は春先まではちょっと成績、京都府大会で予選敗退ということがありましたが、夏合宿、そして新潟遠征、そして今年4度目という韓国遠征を経まして鍛え上げられました。さあチャンス、前が空いています。10番の小坂、1人かわしました、宮安のシュート、ゴールキーパー藤林、打ったファンブル、ボールがこぼれていたラインを割りました。ひやっとした一瞬でした。そうですね、小坂余裕持って打ったんですが、やはり京都学園のゴールキーパー藤林よく防ぎますね。まだその表情は、はい、余裕持って打ちますよ。ガッチリ清水東としてはもう小坂にしてみれば完璧な攻めという、対しまして藤林よく守っているという局面がありました。この後清水東高校が後半に入りまして、2本目のコーナーキック、手前サイドです。5番の石川が蹴ります。石川雅之、東海大第一中学の出身です。この局面前亀監督に守ります。藤林構えます、両手を上げて待っている斉藤健二、今日は古川の代わりにスタメン出場です。ショート手前狙いました。いつもですとこのコーナーキックの時には長身の古川が入っています、ストッパーなんですが、この位置今日は風で体調を崩しているという古川の代わりに斉藤健二が入っています。暮れの練習試合で初めてこのストッパー経験したという斉藤が入っていますが、さあちょっと残り10分を切ったというところでリズムが柔らかくなってきました。この中盤京都学園もリズムをつかみかけてはいるんですが、さあ6番の松村勝、2人のディフェンダー、そしてどう回していくか、まだボールをキープしています。後ろに戻す、ここまでキープできるんですよ、キープはできるんですが、次の攻めの意図がどうもボールを持つ者とボールを持たない者の意図がつながらない、はい、7番の吉田秀夫、6番の吉田秀夫、6番の吉田秀夫から縦にボールが出ました。この縦、さあ残り時間は刻一刻となくなってきます。すでに31分、後半の31分です。その差は2点、京都学園6番吉田から、そして8番の内海から向こうサイドへ引き返しを図りますが、11番の岩井がボールを持った、上がっている7番の松村勝、ボール正面で待ち構えていますが、その前で同じ7番のキャプテン野々村、同じ7番画面に入ります、野々村と、そして7番の松村、中盤の本来のコントロールタワー同士、画面に収まりました。ブルーのユニフォーム清水東高校です。創部は昭和26年、
京都学院は昭和28年、同じような歴史を誇っています両チームです。名門チーム清水東は選手権代表5回、京都学院は代表7回あります。清水東は57年度に初優勝、しかし京都学院はまだ優勝はありません。40年度にベスト4が最高、そして林監督は16ベスト16までは残ったことがあるんだけれども、ベスト4まで何としても行きたいということを語っておりました。選手の自主的なサッカーに任せたいというんですが、さあその中盤、監督の指導がここへ来て、さあ攻めに転ずることができるか。放送席、はい、京都学園です。林監督もずっとベンチの横で立って戦況を見つめています、とにかく中へ大きく大きくという指示が出ています。なんとか1点欲しいもんです。藤田さん、中へ大きく。そうですね、あのゴール前のシュートレンジまで行かないもんですから、もどかしい感じがするんでしょうね。さあ大きく入りました、ボールがこぼれますが、それと残り時間がもうないということで、なんとか、シュートに結びつけたいということで、この位置からキープ。岩井のシュートは2回3回バウンドして、京都学園は中盤ボールを持てるようになったわけですから、やはりあのベンチでの林監督の指示はもうその通りだと思いますね。やはりシュートレンジにボールが運び入れられない限りはシュート打てないわけですからね。逆に清水東がちょっとここへ来てリズムが落ちたというか、許しているもう甘くなってますね。2点取ってからちょっともう余力を残してプレーしている感じが出ていますね。京都学園にとっては今がそれこそチャンスです。挽回のチャンス、さあ中央から縦へ振った7番のフリーです。キャプテンの野々村持ち込んだ、右足のシュートはわずかにそれました。最初のボールタッチでシュートができたんですが、ちょっとやりすぎという感じですね。はい、清水東メンバー変わります。あっちへ持っていかなくてもいいんですけど、はい、そのままシュートを打てたんですが、上田さん、この清水東メンバーが変わります。はい、樋口さん、はい、11番の田島君に代わってですね、15番の染谷君が入りますが、その染谷に対してはとにかく動き回ってもう1点取ってこいというふうな話をしてました。それから今あの12番の望月君がですね、かなり困っているので、その辺もフォローしてほしいという監督のお話です。以上です。藤田さん、これでメンバーは清水東2人交代しました。そうですね、残りあと6分というところなんですが、はい、もうあの試合の勝利は間違いないというそういう交代ですね。県大会では2得点を入れております。染谷がここで11番の田島と交代です。田島もちょっと飛ばしすぎて。そうなんです、あの田島はどうしてもそういう傾向があるんですね、はい、前半から飛ばしすぎという形で、やはり次の試合に残したわけですね。清水七中出身の3年生の染谷慶太郎を投入しました清水東高校、2人交代。ここで交代要員はもう交代はできません。放送席、はい、京都学園の応援スタンドの方なんですけれども、はい、69人の部員がいるんですが、今マネージャーの2人、早川さん、長浜さんがですね、必死に選手に応援を送っています。いつものような力を出せば十分まだ時間がある、勝てるというふうに一生懸命本当に大きな声を出して今スタンドから応援をしているところです。さあ残り時間5分を切りました。今清水東陣内に攻め込んでいる京都学園ですが、ボールをキープできません。この状況、応援席、清水東高校はここまでシュートが18本でたった2点だけ。学園がよく守りきっています。日本代表であります橋田成選手も見守っていることでしょう。清水の猛攻を2点で抑えている学園。さあ残りも5分を切って、なんとか守りきってこのまま1点でも返してほしいところです。2点を許したものの、まだ集中力絶やしません。藤林からのボール、中盤を省略します。ボールは清水東ボール。来年には70回記念大会となりますこの選手権大会です。なんとかして上へ進みたい京都学園ですが、その差は2点。清水東高校はなんとしても勝ち進んでいました。この第1試合ですでに勝利決まっております。旭高校と明日戦って、その後進んで何としてでも無難と戦いたいというそういう願いがあります。キャプテンの野々村、全国では3934校参加しております。昨年より6チーム増えています。第69回の高校サッカー、神奈川県のこの水沢球技場です。清水東と京都学園、後半の36分。さあちょっと両チームのペースがだいぶ落ちてきました。そうですね、もう残る時間ありませんから。16番の斉藤健二、今日ストッパー、一
池田にボールが渡ります。清水東としては余力を残して明日につなげたい。京都学園はここからハーフウェイラインです。そうですね、京都学園はやっぱり最後まで意地というものを失ってはいけないですね、はい、それはあの試合の結果ではなくて局面でボールを、攻防を繰り返すわけですから、そこで意地を失わないことですね。清水商業高校推薦出場が佐賀学園に対して6対0と猛攻しておりますが、今日は自分たちのペースでやりたいと言っていた清水東高校、しかし得点は2点、まだ2点しか叩き出していません。これで良しとするんでしょうか。ちょっとボールをバックパス、池田氏にボールが渡ります。リズムを柔らかく保っています。そして京都学園、さあその差は2点、7番の松村勝中盤から持ち込もうというところ、残り時間がじわじわとなくなってきますが、さあ逆に京都学園にしてみればこの清水東の精神的な隙を突きたい。センターサークル、さあ中央から持ち上がってきます。手前から10番の古賀、173センチ、3年生3年生、今年が最後、頑張ってそのプレーを見たいところなんですが、どうもやはり京都学園はシュートまでいかないですね。中盤はなんとかできるようになったんですが、はい、代わってこちらのエース10番の小坂がボールを持った。センターリング、ワンバウンドツーバウンド、染谷その後ろにスルーしてキープできません。また13番の服部か、染谷がキープします。向こうサイド、中で内田が待ち構えています。2人のディフェンダー、3対2ルーズボール、服部がキープした。ペナルティーエリア5メーター外側、まだキープしています。残り時間はもう2分を切っている。伊沢球技場第1試合、クロスが入りました。5番の石川の手前、さあ京都学園カウンターにつなげたいんですが、落ち着いています清水東高校。斉藤スイーパーから5番の石川へ、さあ小回し、ゲームは流れています。チャンスです。さあ清水東高校追加点のチャンス、ボレーシュート、ゴールキーパー弾いた。染谷啓太郎後半に入りまして田島の代わりに投入されました。しかし藤林本当に頑張っていますね。そうですね、ここまで来てあの振られてるんですが、ポジションを移しながらよく反応してますね。右手を思い切り伸ばしまして、残り1分を切ったところでこの集中力、激を飛ばしています、この藤林に今日はもうみんなが指揮されるように、そうですね、集中力返しませんでした。残り1分を切って手元の時計では30秒、今切りました。さあここから包囲していく、ラインを上げるのは京都学園です。18本のシュートで清水東高校は2点だけ。さあ追加点、最後に一発決めたいところでしょうが、許しません京都学園。藤林、やっぱり藤林のプレーを見ておりますと、試合が終わるまでですね、自分はこの試合精一杯自分の力を出したという、そうですね、いわゆるそれが意地なんですよね、はい、俺はもう思いっきりやったよという、やっぱり高校サッカーの良さがそこにあると思いますので、残り時間たとえ1分でも30秒でもしっかりプレーしてほしいですね。手元の時計では今後半の40分を過ぎましてロスタイムに入っています。大きく回り込んで4人のディフェンダーから帰ってきたところ、おっとちょっとクリア、中途半端、ジャンプ一番ボールがこぼれた、ゴールキーパーを抑えました藤林。ここでも検討しています、小坂つける隙がありません。視線を送っています、ブルーのメガホン、これは清水東高校の応援団か。ロスタイムに入っています。ボールキック藤林、先輩の中がその VTR を研究して今日この日に臨んだというところなんですが、さあまだロスタイムを取っています。45秒、手元の時計では45秒、かなりハードなぶつかり合いがありました。さああとどれだけ残っているか分かりませんが、全力を尽くすだけ、早くここでその2点差1点でも入れたい京都学園ですが、主審がちらっと時計に目をやりました。染谷啓太郎後半投入されます。清水東高校はまだ2点だけ、京都学園持ちこたえている。ここでホイッスルが響き渡った。ツアー球技場第2試合、清水東高校対京都学園、2対0清水東高校が勝利。前亀監督がゆっくりとベンチで、まあなんとかという表情ですが、今センターサークルのところに両チームイレブン、斉藤健二今日はストッパーですが初戦をものにしました。昨年の悔しさを今日につなげて、まずその最初の試合、2年連続の試合ものにしました。しかし
2対0敗れたとは言っても京都学園、この清水東高校の猛攻よく耐え抜きました。18個のシュートで得点はたったの2点、よく頑張りました。今両チームとも納得したかのような表情、やりきったという表情で固い握手を交わしました。センターサークルを後にする白とブルーのユニフォーム京都学園高校、よくやりました。賛辞を送りたい。そしてブルーのイレブン清水東高校、今勢ぞろいしましてハーフラインを真ん中に、さあこれから両チームの勝利健闘を称えまして校旗の掲揚と校歌の吹奏です。放送席、勝ちました清水東の前亀監督にお話を伺います。おめでとうございます。どうもありがとうございます。今日は試合前にとにかく楽しいゲームをしようじゃないかというお話だったんですが、前半なかなか攻め入って点が取れなかったですね。そうですね、非常に、京都学園の粘り強いディフェンスにありまして、なかなか点が入らなくて、苦しかった場面もありましたけども、落ち着いて選手たちがよく最後まで諦めずに、ゴールへという意欲を持って、点を取ることができたのですから、その辺が1点目が非常に楽になった得点だと思います。そして2点目は10番の小坂君だったんですが、このゴールはですね、いわゆる後半に向けての指示通りオープンからの攻撃で見事に決めました。そうですね、これしかありませんから、はい、今大会はですね、昨年の3回戦敗退ということで無難に勝って頂点へというお気持ちが強いと思うんですが、いかがですか。そんなことないです。一試合一試合もう楽しくやれればそれで結構です。明日の旭高校との試合についていかがですか。非常に強いので楽しくサッカーをやりたいとまた思います。そうですか。今日は選手にはどういうことを言いますか。ご苦労さんと言います。どうもおめでとうございました。以上、清水東の前亀監督のお話を伺いました。放送席どうぞ。前半の36分に成田、そして後半11分に小坂と2対0なんですが、はい、どうですか今の前半の表情ですけども、談話にありましたようにですね、やはり前半、36分清水東がやや攻めあぐみ出した、このままで0対0で前半終わるとひょっとするとどうなるかなというようなところが、36分に値千金の1点ですね。これがこの試合の全てだと思うんですが、やはり、はい、守ったということをむしろ称えたいですね。ですから京都学園にとっては前半の終了間際に失った1点で全て終わったという感じがしないでもないですね。ただ試合の前の総合力からしたら、やはり清水東が7対3と私申し上げましたように圧倒的に有利でした、はい、その試合通りでしたが、はい、この後の2回戦やはりもっと清水東らしいオープン攻撃に作用を持ってやってほしいですね。ピーターさん、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。1回戦三沢球技場第2試合、清水東2対0京都学園下しました。